キングダムエデュケーションクリスチャンライフの担当の JCM の藤田恵子です。JCM は教会教育を中心に地域教会に仕えている選挙団体です。特に若い人には重荷があってまた性教育などもしています。今教えているのは「ほんまかいな知りたいね」ということで教理の学びをしています。イエス様を信じたらどうなる 今日はその五回目最後ですイエス様を信じたらどうなるもういろんなことが今までにも学びをしてきましたね前回は罪の奴隷からの解放勝利というところをやってそして永遠の命をいただき天国に行ける また命の書に名前が書かれているということをやりましたね今日はえ全ての祝福をもらうということで考えてみたいと思いますまずエペソ1章3節私たちは主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました まあここではですねててての霊的祝福を持って祝福福をっしてくださいいいまましたとううふうに言っています全てですすでねだから「ああ祝福してほしいな神様私を祝福してください」って言って「お願いします」って言ったりするんですけど実は神様の側からは「すべての霊的祝福をもってもうすでに祝福しましたよ」っていうふうに書かれているんですね。 今日はちょっとその祝福っていうことも考えてみたいと思います。霊的祝福、祝福とは何でしょうか。まあ、祝福って一般的に言うと、なんか自分にとって幸せなこととか、嬉しいこととかっていう。なんかそういうイメージがしますけど。でも、神様が与えてくださる、まあ、恵み、これを祝福ということができます。じゃあ、恵みとは何でしょうか。皆さん、クリスチャン用語でよく恵みっていう言葉を聞きますが。 恵みが何かか理解ししているでしょうか恵みというのはまあいともらう価値がない人に何の理由がないにもかかわらず、まあ、ある方が特別なものをプレゼントしてくれるでこれが恵みというものですねだから例えばいい点取ったとか何か一生懸命あの受験で合格したとかなんかそのご褒美として何かをもらうっていうのは結構褒美ですよね恵みではないんです。 また、例えば、えっと千円あげるから、車を洗車してちょうだいって言われたら。ご一生懸命洗って、そして千円もらう。これは報酬ですよね。自分がやったことに対してもらうもんです。でも、恵みっていうのは、何もしてなくてもいいんです。そして、何かその人のために良いことを思う必要もない。とにかく、その人がそこにいる。時に、誰かが一方的に。あ、私はこの人のことを大切に思ってます。 愛してますだからあなたに何か良いものを与えたいですこれが恵みなんですねで神様は私たちに恵みをいっぱい与えてくださってますその恵みが私たちにとっては本当に祝福あ素晴らしいな私たちが幸せになるまた喜びを持てるそういうものを神様が与えてくださるということです神様が与えてくださるものは祝福は恵みは、まあ、同じでもいいと思うんですがイコールの意味として 一番良いものを一番良い時に一番良い方法で与えてくださることができるんです。ですから神様はここで書いてるね、すべての霊的祝福を持っても私たちはすでに祝福された恵みをいっぱいももらってますよって言われてるんです。 でもどうでしょう普通の生活をしている中でえー神様私のことを忘れてるんじゃないかなって私今楽しくないよって私そんななんか嫌なことがいろいろ起こるんだけどってこの祝福とか恵みとか言われるけどなんかちょっともいいこと起こらないけどななんでこれっていうふうに思うかもしれませんねでもそれは私たちがこのまあ、ある意味で全てが理解できてない部分でそういうふうに感じるかもしれませんが 神様は私たちに一番良いものを与えてくれてますただその途中経過の中ではあの私たちの願っているその通りがじゃないわけですね例えば今これが欲しい今このことが実現してほしい今っていうふうなことを私たちよく考えますでも神様はあ今は時じゃないなって言ってあえてそれを待たせる場合があります何年も何年もかかる場合があるかもしれません またこういう風にしてもらったらいいのにと思ったこういう風にっていうのが全く違う形になるかもしれませんでも最終的にはまあ何年かかるか何ヶ月かかるか明日そのことが理解できるか分かりませんけどとにかくその神様の計画の中ではちゃんとそのことがうまくいくそしてそのことが起こった時にあ、そっかよかった やっぱりこのことは私にとって恵みだったなって思えるようになると神様は言われるんですね、まあ、人間は未来のことが分かりません何でも、ね、その思思いいいい通りになればいいと思いますでもまあよく言われる一般的な例ですけども何にも苦労しないでもう成績もよくてスポーツもできて人気があっていろんなことが全て順調にいってた時に何かでつまずいたらものすごくもう がっかりしちゃうんですねでもう立ち上がれないぐらいがっかりしてしまう人もいますなぜでしょうかそれは基本的にそんな物事うまくいくわけないわけですよいろんな挫折があってできると思ったのに失敗しちゃったとかあここはうまくいかなかったとかあの人がこうやってくれたらよかったのにうまくいかなかったとかいろんな人のせいでなる場合もあるし自分のせいでなる場合もあるしまた天候がな が作用してうまくいかない場合もあるかもしれないとにかくいろんなことが思い通りにいかないときに私たちは一番訓練されるんですさあどうしよう当たり散らして、ね、なんでうまくいかないんだってやることもできますでもそうじゃなくて我慢したりまたそこで誰かに助けを求めたり協力するっていうことを学んだりいろんなことを学びますそして一番は忍耐を学ぶことができると思います でそういうことで神様は私たちを霊的に全部祝福してる、ね、祝福してる恵みをいっぱい与えてるただ受け取る側の私として私の状況を一番知ってる神様が一番良い時に一番良い方法を持って、えー、一番良いものを与えてくださるというねそのことを頭に入れておいてください後で必ず「あやっぱり」というふうに私たちは知ることができます。 じゃあ次には2つ目ですねえ。召されて栄光を与えられたローマ書8章30節にこう書いてます。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々はさらに栄光をお与えになりました。まあ、今回もクリスチャン用語ですね。この召されるということ、栄光っていう言葉ができます。出てきました。 この召されるっていうのは神様が選ばれるっていうことですね。私たちが何で救われるように選ばれたか、それは栄光をね与えられたんだよって。その栄光っていうのは私の栄光かってじゃない。神様の栄光を表すようにということですね。私たちは自分の栄光を返したくなります。まあこの中でそのバンドだとか音楽をやっている人いるでしょうか。音楽をやっている人たちは一つ気をつけなきゃいけないのは 栄光を自分に返してしてまうこと、まあ、口ではね「神に栄光」とかって言いながらもうその技術だとかいろんなそういうもので自分がどれほど素晴らしいかどれほどうまいのかどれほど霊的なのかっていうのをパフォーマンス見せるっていうようなことをして「あの人素晴らしい」って「あの人の信仰すごいな」とか「あの技術すごいな」って言ってその人の栄光をたたえてしまうような状況を 作ってししままうかもしれませんでその時に本人が「いやこれは神の力です」「神様が与えられたチャンスです」「神様がこの全てを導いてくださって今これができてるんです」「だから全ては神様なんです」っていうことをはっきり自覚してればいいんですけど時々そのことをヒュッて抜けちゃって「ああ私ってすごいかも俺ってすごいな」なんていうふうに感じてしまうような場合があります。でも間違えてははいいけません栄光っていうのは 神様に神様の栄光を表すために私たちはこの地上に置かれているっていうことですね。えっと栄光というのはじゃあ具体的にどういうことなのか。具体的に言うと例えば私という存在がいますね。私が今地上で生きていることを通して私を知っている周りの人たちが、あ、神様はあの藤田恵子が死んでる神様素晴らしいな。 すごいなって思ってもらえると神様の栄光を表したということになるんですね私がすごいんじゃない私の信じてる神はすごいな私にここまでのことをさせる神はすごいなっていうふうに周りが思ってくれたらそれは神様の栄光を表すということですね神様は私たちが神様の栄光を表すために召されたんですねイエス様を信じたどうなるあなたは召されています 神様の栄光を表すため、このことも覚えていきましょう。じゃあ、次に、神様の相続人とされたということです。テトス三章七節には、こう書いてます。それは、私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。まあ、相続人という言葉も、ですね、ちょっと不思議な言葉ですね。 普通は財産を相続しますってね。親から子、子から孫へというふうに相続を受けるんですが、神様から相続を受ける。神様から特別なものをいただくっていうことです。そして、それは相続で、その神様のものを受け継ぐわけですけど、それはまた受け継いだものを、また次にあの相続することができるようになるかなっていうふうに思います。じゃあ、受け継いだものはどんなものでしょうか。 まあね、神様の財産が私たちにね。受け継がれるということはないんですよね。神様お金持ちですけど、そういうものではありません。じゃあ、神様のまあ、ご性質の部分があるかもしれません。例えば、愛とか恵みとか喜びとか平安とか、そういうものを持つことができる。また、神様が本当に人に尊ばれるように、私たちも受け継いで人々から尊ばれるということもあるかもしれません。神様は私たちが。 神様のその神様ご自身のものを相続して私たちのものとしてそれをこのように表してほしいと願っていると思っていますですからぜひあ私は神様から相続を受けるものなんだねということをぜひ知ってくださいでは次は神様との交わり祈りということですね えとヘブル書10章の19節20節にこう書いてます「こういうわけですから兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆にまことの聖女に入ることができるのです」「イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですと」とそしてヘブル書10章の22節後半では「体を清い水で洗われたのですから」 全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。もともと人は罪を持っていました。罪を持っている汚れたものは、清い神様に近づくことは許されませんでした。まあ、逆に清い神様に近づいた途端に、まあ死んでしまう命が取られるということになりますね。ところが、イエス様が私たちのすべての罪の罰を受けて、十字架にかかって死んでくださり、蘇ってくださいました。 このことによって私たちはまだ罪の性質を持ってますが全ての罪が許されそして罪の性質もあるにもかかわらず神様はイエス様を通して私たちを見て義ななるもの罪のないもののの罪いとしてて認めてくださったわけですねでその結果私たちは罪のないものとして神様と交わることができるようになったんです。まあ、私たちは何気なく お祈りをしています「神様今日こんなことがあったよ」とか「神様おはようございます」とかっていろんなお祈りをしますがこんなふうに祭司た,、ね、たちが体を身を清めて生贄を捧げてそしてこのお願い事をする人も生贄を捧げてそれでようやく神様にお伺いを立てる。 ね神様これこれどうしたらいいでしょうか?」でいう返事をもらって民に知らせるっていうようなこういう形で彼らが神様の前に出るために何頭もの生贄にが血を流して死ななければならなかったそれぐらい神様は清い方だったんですねところが私たちはイエス様を信じるっていう信仰によって罪が全部許されて義なるものとされたのでもう大胆に神様と会話をすることができるようになった。でここにも書いてますが イエス様という肉体という垂れ幕を通して、普通だったら清い神様のもとに行けないわけですね。でも、そこにその垂れ幕っていうのがあって、その垂れ幕はイエス様という垂れ幕です。イエス様が私のために全ての罪の罰を受けて死んでくださった。蘇ってくださった。その垂れ幕を通して、私たちは神様に。ま近づくことができる。届くことができる。あのイエス様。 にですね、お祈りする時、まあ、神様にお祈りする時に私たちは「イエス様のお名前によってお祈りします」という言葉をよく言いますね。でこれは何で使うのか,、ね、なんかこの「お飾り」みたいにもう最後は絶対これ言わなきゃいけないものとしてついてるわけじゃないんです。今こうやって神様に直接祈れるのはイエス様の十字架復活のおかげですよということで「イエス様のお名前によってお祈りします」って言ってるんですね。 だから毎回の祈りの中でイエス様を通してて私たちは祈れいまますすありがとうございますイエス様のお名前を通してじゃないと私たちの祈りは届かないんですということを祈りを通してて毎回言っるることになるわけですねでもこれはこのただ言ってることじゃなくて実際に本当にこんな隔たりがあって罪穢れてどうしようもない私たちなのに大胆に神様に祈れるっていうねこういう特権をいただいてるわけですから。 それをもっとますますすすしていくべきですよね「ああ神様恐れ多いから」私は罪深いからもうまた罪を犯しちゃったらもうこんな私は神様の前に出れませんって言ってもう祈りません摂取読みませんっていうのは全く逆のことをしてますよね。私たちは汚れてて罪深くてイエス様を信じてもまた罪を犯してしまうもんなんですよ。でも神様様イエス様を通して近づくことができるよと言ってくださいました。 ですから本当ににそのイエス様に近づいていいいいてければいいなと思います、まあ、皆さんはどうですかイエス様をまた神様の臨在を体験するあ本当に近かったなって神様を近く感じたっていう風な体験があるでしょうかまあ私は時々この賛美の中でまた礼拝のメッセージの中で時々神様を感じてお何か神様を感じるなって思うような時もあります。でも多分 そんなしょっちゅうじゃなくてまた多くはっていうかしかもただ普通に祈ってる時っていうよりは苦しくて大変で「ああ神様もうどうしていいかわからないです」っていう本当にこのうめくような形で神様にお祈りした時に神様がすごいなんか近づいてきてくれて私は励ましたような感じがしました。 まあそれ感覚ですからね実際神様がこのそのようにしたかどうかって目で見ることもできませんしでも「あ神様が近くにいる大丈夫私は一人じゃない神様と共にいるんだじゃあ乗り越えられる」ってこう何の言葉がその時に直接的な言葉がなくても臨在を感じた時に勇気をもらってまた元気が出てきた記憶があります。あなたたがもうイエス様を信じてるんだったらね この神様に祈ることができるって、すごい特権ですね。ぜひ、この神様に祈りをしていきたいなと思います。また、えっ、ー、と、次はですね、キリストにあって一つだっていうことです。エペソ一章十節、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるもの。この方にあって、一つに集められるのです。また。 えー、エペソ二章十四節十五節キリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのですこのことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて 平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。イエス様の十字架の贖いによって、この敵対するものが一つになるというふうに言われているんですね。まあ、ある意味で一つの敵対するものっていうと、例えばユダヤ教のユダヤ教を信じている方々と。 いる方々またそれ以外にもこのイスラムだとか他のいろんな宗教を信じてる方々そういう方々もイエス様を信じることによって本当にに一つに変えられるとということがありますでもここで覚えてほしいのは「一つにされてるんだ」ねいろんなものが一つになることができる新しい一つの人として。 まあ、私はこの迫害っていうのをね、まあ、多少は経験したことがあるんですけどでも未信者がですねまだイエス様のことを知らない人がいろんなことを言って攻撃してきたりのけ者にしたりするっていうのはそんなにこう何て言うか答えないっていうか、まあ、痛かったりとか悲しかったりはもちろんするんですけどもそんな大したことないですね。でももそれよりも一番残念なのは 同じイエス様を信じているクリスチャンと言われる人が敵対してああだこうだと言ってこう対立するっていうのを見ると本当にに残念になりますね。もちろんそ,のそれぞれの言い分があって対立してるんですけどでもその対立がすごく感情的だったりとか肉的な面での対立例えば私が上なんだとかお前は下だとか。 なんか感情でそういうもういい腹が立つとかっていうだからあの内容こう対立するべき大切なこの内容における不一致とかそういうことだったらまだいろいろ議論したりとかお互いに受け入れ合うとかそういうこともあると思うんですけどこの感情だったりとかこの立場的な,なんかそういうことでこういがみ合ったり対立するっていうのは本当になんかレベルが低いっていうか一体何の対立ですかって。 未信者でもこんんななな対立しないでですよなんで同じ神様信じて同じ価値観っていうか同じ土台の上に立ったらそんなことくだらないじゃないですかって思うようなことがいっぱいありますよねところが残念ながらこのクリスチャンと言われる人の中でそういうようなことが起こってすごく残念だなと思います。またたある人たちは 私たちは一一つつにならななならいいいといけない一つの体なんだだからみんなで「一つになろう」って言って一生懸命こう一致しましょうとか一つになりましょうとかっていうふうにあの考えたりもします。でもちょっとそれもね、うん、ずれてるというか聖書を読みましょうね「エペソ4章節節から6節平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい」「体は一つ御霊は一つあなた方が召された時き 召しのもたらした望みが一つであったのと同じです主は一つ信仰は一つバブテスマも一つですすべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのもののうちにおられるすべてのものの父なる神は一つですでここで一つですよって強調されているんですが一番最初に言われたのが御霊の一致を熱心に保ちなさいって言ってるんです 見たまの一致を願いなさい」とか「見たまの一致を作りなさい」って言ってるんですね見たまの一致を保ちなさいつまり同じ精霊によって私たちは一つにされてるんだからすでにそこには一致があるんですよ。もう一つなんですよ。で一つだっていうことからじゃあ今この問題に対して。 どうしますかっていうのを考えていけばいいのであって一つになろう一つになろうっていうのは間違いもうすでに一つなんですよここだけで今一つの状態なんだからこの一つの状態をキープしなさいっていうのが神様が言われていることですまあ確かに一致って本当に難しいことです。だけどあの違うところばっかり見たらもうそんなのは一致なんてできないわけですよね。 でも私たち一致できるところがもうすでにあるはずなんです一つにされてるんですから例えばイエス様を信じる信仰によって救われますかはいそうですじゃあこれでは一致できますよねじゃあイエス様を信じている人 NNH 持ってますかはいそうですその NNH なくなりますかなくなりませんあ、ここでも一致できますよねって言って一致できるところがすでにあるわけですだからその一致できることを思って私たちは 一つととして大きききな働きをするることができるはずですね、えー、今日は細かいのをいくつかこう見ていきましたけどもその一つ一つがイエス様を信じた時にあの与えられたものです私たちはイエス様にあってもうでに一つとされている一つの体一つのバブテスマあの霊的には教会は世界中にいっぱいあります日本だけでもいっぱいありますでもそうじゃなくて霊的にはたった た一つの教会があります頭はイエス様ですその一つの大きな教会にイエス様を信じた人すべてが中に入れられている一つになってる一つの体になってるだから私たちは世界中どこ行っても兄弟姉妹として本当に受け入れ合って理解し合って祈り合い助け合うことができるそのこともイエス様を信じた時に起こるんだということをぜひ覚えておいてください オフ祝福って何や祝福っていうのは「恵み」っていうことかなじゃあ「恵み」って何や?「恵み」っていうのはまあもらう価値がないものを特別にもらうっていうことやうんなんかええものもらえんやったらええな ね、例えば祝福って言ったらなうんある時すごいいい人に出会って楽しい時を過ごしたり、うん、あとはお金が困ってる時に急に誰かがお金持ってきてくれてうまいこと言ったとか、うん、それからえー、っと寂しいな悲しいなって思ってる時に励ましのメールが来たりすんねん。 うーんせやけどそういうのって偶然ちゃうんいや偶然はないんやですべて神様が知ってんねん神様は何でも分かっててやってるから偶然はないんやでうーんそれやったら神様が何でも知っててやってくれるんやったら何も考えんでもええんちゃんなんもせんでもええんちゃんいや 何もせんでとか何も考えんでいいんじゃなくてちゃんといろんなこと選ばなあかんねん。しようけど選ぶのも神様知ってんやろまあな選ぶのも知ってるよ。例えばうんそやなこれを選ぼうかなって言って選ぶと例えば A を選ぶとするやろそしたら結果はこういう結果また B を選ぶとこういう結果って言って 私たちはロボットじゃないからいろんなことを選ぶわけ。うん、でも神様はそのすべてを知ってて私たちが選んだ結果もちゃんと神様は与えてくれんのかな。うん,なんかようわからんな、うん。じゃあ例えば一つの例で言うとある,ある子が大学受験をした。うん 一生懸命勉強して毎日毎日遅くまで勉強して大学受験やったんやうんせやけどその子は学校落ちちゃってうんそれは見心じゃなかったからやねええー、じゃあ勉強したん無駄やんうんまあ無駄って言ったら無駄やけどでもその子はその後で留学することになって今はもう海外で留学してんねうんでも それやったら最初から留学で準備した方がよかったんちゃうか受験なんかせんでもよかったやろ。まあそういうこともできるけどなでもその子はなこう言ってたんや一生懸命勉強して受験勉強したからもう悔いはないってもう一生懸命頑張ってやったけどあの結果だったから大丈夫って言ってすごく納得できてんって。うーん,ほんで海外に行く時も、 もうスパーっっっててて納得して海外行くってなったわけうーんでなその子の親は最初は外国に留学させたくなかったんやうーんだけど受験が失敗して本人も一生懸命頑張ったのも分かったからじゃあ留学行っといでってなって留学することになったわけ。こういうのがまあ神様の御心っていうのかな。うーんそうか 偶然じゃななないんやななんか私たちもせなあかんわけや。だけどそこに神様が働いてるっていうことやなそうそうだから神様は一番良いことを一番良い時に良い方法を持ってやってくれるんや。うーんまあ言い換えたら 終わり良ければすべてよしみたいなまあそうかなとにかく最後が神様はちゃんといやのいいようにしてくれるからそっかじゃあ今日のスきっとも良い終わり方をするとええかなそうやね熊くん大好きこの終わり方ちょっと気持ち悪いけど。 今回は、えー、とイエス様を信じたらどうなるということで5回シリーズでずっと学びをしていきましたどうでしたか本当にねたくさんのいろんなものをイエス様死んだ後にもらえるとかこういう立場がもらえるとかこんなことができるとかね本当に素晴らしいなと思います、えー、簡単に復習しますまず一つ目義と認められる罪のないものとされるっていうことですね2番目 新しく生まれる3番目「神様の子供になる」「神の家族の一員となる」「番目霊的なバブテスマ」「精霊によるバブテスマ」「番目精霊がクリスチャンのうちに住んでくださる」6「精霊の勝因」7「あがなわれた買い戻された自由にされた」8「罪からの解放勝利」9「九。 永遠の命をいただき天国に行ける。10命の書書に名前が書かれるで今日は学んだことですが11すべての祝福をもらう12召されて栄光を与えられた13神様の相続人とされた14神様との交わり祈りができる15キリストにあって一つということですね。本当に 神様はいろんなものをイエス様死んただけで与えてくださるんですが、まだこれ以外にもいっぱいあるんですね。もう全部書き切ることもできないので、まあ、大まかこれぐらいのことでありします。で、えー、っと最後は別の角度からもうちょっとあの考えていきたいと思います。自分がどういうところからどんなふうに変わったのかっていうことを考えていきたいと思います。まず最初は自分の問題。 ここういういとが問題だったなっていうところが神様の働きによってどんなふうに変えられたかそしてその結果私はどういうものをもらうことができるようになったかそして最後はそれによってどんなふうに導かれるのかっていうことを見ていきます。まず最初「あなたや私はイエス様を信じる前罪人でした。 有罪といいう判決を受けていましたでもそれがイエス様の十字架復活によって信じる信仰によって義人正ししいものと見られましたそして私たちは新しい立場罪のないというものの立場をいただきましたそして確信保障というのをいただきました私たちは天国に行くことができる罪で裁かれることはないということがはっきりしたんですね。じゃあ2つ目は 罪の性質を持ってます。ずっと持ってますね。その罪の性質を持っているので、私たちは罪を犯してしまうんですけども、これに対して神様は方向転換、生き方を変えなさい。今までは神様を無視して歩んでて歩んでたけど、これを今度は神様に向かって歩んでいく。神様の方向に向かって歩んでいくっていうふうに変わってきました。そして私たち自身は新しい人になったんですね。そして この成果、ちょっとずつ、ちょっとずつ神様にキリストに似たものに変えられていくという段階を今通っています。じゃあ3つ目はえっ、ー、と私たちがま孤独であるということですね。あなたはこう。自分は孤独だ一人ぼっちだなって考えたことないでしょうか。私は結構子供の時から一人ぼっちだなって思うこととかは結構ありましたね。まあ、友達はいるんですけど、24時間一緒にいるわけじゃないし。 自分の気持ちやっぱり分かってもらえないかなって言ってこの孤独っていう形またあの家族の中でも私のことを理解してくれる人があまりいなかったのでやっぱりうん誰も分かってもらえないのかなっていうそういう気持ちがありましたでも神様の働きによって私たちは神様の子供にされたんですねそして神の家族に入れられたんですだから今まで自分がその肉,肉の 性質というか肉としての家族っていうのがあったり友達であったり日本っていう国があったりして私は日本人で何々の子供の何番目の子供ですとかまあそういうふうなものがありますけどそうじゃなくて私は神神様ののの子供にににされれまししたたた家族の一員になっんんでですすいうてらねそして私たちには新しい父天の神様がいらっしゃるようになりました。 そしてその神様に対して私たち祈ることができて交わりをすることができるようになったわけですね。今まで孤独だな一人ぼっちだな寂しいなと思ったけども神様って祈ることができる。神様はその祈りを聞いてくださいます。またかつては神様からこの分離というのをしていました。どういう分離かっていうとまあ、罪があったので神様に近づくことができなかったんですね。でもそれが 神様の中に入れられらた、えーと「精霊のバブテスマ」っていうのはこの精霊によるバブテスマっていうて、ね、キリストの体に浸される中に入れられる組み込まれるということですねそして私たちは新しい体をもらいましたこれはキリストにある一つの体の中に自分たちが入れられたということです。そそしててのの中で、まあ、交わりっていうのも出てきますね またかつてはこうなんか心が寂しいなとか空虚空っぽだなと思うようなことなかったでしょうか。なんかいろんなものを心に入れるんだけど、例えばスポーツだとか趣味だとか彼氏だとか彼女だとかいろんなものを入れるんだけど、どっか隙間かでピューピュー吹いててなんかピタッと来ない。どこか寂しいというような部分があったと思います。でそれがどうやって変えられるのか。 それはイエス様また聖霊なる神様が私たちの家に住んでくださることによって本当に満たされるという状況になりますそして私たちのこの体は聖霊が住まわれる新しいお家にもなりましたねだから私たち自身が本当に神様の家として神様が中にいてくださって本当に内側から満たしてくださるということができます でかつてはまた次はですね安全ではなかったまあいろんな危険とか不安とかそういうのがいろいろあったんですけどもそれがまあねいつ滅ぼされるかわからないそういう不安定な部分もあったと思います。でもそれが精霊による保障精霊なる神様がいらっしゃるということを通して私たちはもう神様へって守られるんだよっていう保証をいただきました。これは 新しい安全をいただいて、心には平安がやってきたんですね。まあ平安っていう言葉どうでしょうか。うあの何にもなくて平安っていうことはね、まあ大丈夫だと思うんでしょう。何にも問題が起きてないときに平平安があるってそれは素晴らしいことです。でも神様が与える平安っていうのは周りでいろんなことが起きていても何が起ころうが持つことができる平安。 この世が与える平安ではない条件ではなく、どんな状況の中にあっても神が共におられて、私たちがに与えてくださる平安っていうのがあるんですね。まあ、今年は戦後70年っていうのもあって、まあ、戦争の時のいろんな話を聞いたり、番組があったり考えることがありましたね。で、そういう中で、えー、例えば空襲があって大変だったなとか。もう。いつ？ 何が起こるかわかんない。大変だなっていうところ、いっぱいそういうところを通り越してきた人たちがいたんですよね。でも、その中でもイエス様と共にいた人は平安を持つことができたんですね。次は束縛奴隷ね。そこからは本当に自由解放されました。だから、新しい自由をもらってやらやる自由じゃなくてやらやめることができる自由を持つ。 この罪の生活をやめることができる自由を持つことができましたそしてそれは私たちに勝利を与えてくださるんですね最後に私たちには恐れがありました神様に対する恐れだったりいろんなものに対する恐れがありましたけどもう天国に行ける永遠の命をいただいた新しい命をいただいた新しい未来が待ってるんだっていう希望を持つとこの恐れが喜びに変わることができました まあイエス様を信じたことによって本当に素晴らしいものを私たちは神様からいただいていますそれをもっと普段の生活の中で味わっていけたらいいなと思いますではお祈りします愛する天の神様感謝いたしますあなたは私たちがイエス様を信じることで多くのものを与えてくださいました多くの特権を与えてくださいました本当に感謝しますでも自分が 普段生活している中で神様が与えてくださった素晴らしいものを本当に有効に活用しているかと考えた時にいや気がつかなかったいや頭では分かってたけど今必要とないと思ってたというふうにしてといた思ますどうか私たち一人一人がイエス様を信じているゆえに与えられた素晴らしい祝福を恵みをまた、えー、解放を また祈りや交わりを本当にもっともっと発揮することができるようにあなたが助けてください今教会に行く時だけがクリスチャン生活ではなくて家にいる時も学校にいる時もどこにいる時もあなたの共にいてあなたと一緒に生きているっていうことを感じながら生きれるように助けてください。そししててあなたたが与えてくださった素晴らしい祝福で 私たちの心を喜びと平安で満たしてくださいこの時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン